アフリカネーションズカップ2008は第26回目のアフリカネーションズカップであり、アフリカ各国の代表チームによって争われるサッカーの大会である。また、南アフリカの多国籍電気通信企業である MTN グループが共産企業に参加していたため MTN アフリカネーションズカップと呼ばれていた。ガーナで2008年1月20日から2月10日まで行われ、 エジプトが2大会連続6度目の優勝を果たした。エジプトのカイロで行われたアフリカサッカー連盟の理事会での投票においてガーナがリビアを9の3で破って招致に成功した。その時南アフリカも立候補したが 2010FIFA ワールドカップの招致に成功していたため辞退した。参加国を12のグループに分け各組1位通過の国と グループ2から11の中から2位通過した成績の良い参加国が本大会に出場することができた。開催国のガーナは予選を免除された。2009年9月2日から翌2007年10月13日にかけて実施された。2007年10月19日に組み合わせ抽選会が行われ、出場16カ国を 過去の大会の実績に基づいて4組に振り分けた。開催国のガーナは自動的にポット1のグループ A に入り、前回大会優勝国のエジプトはグループ C に入った。各グループ4カ国からなり、それぞれのポットに A から D のいずれかに振り分けられた。時刻はすべてガーナ時刻、ガーナ V ニアアナミビア V モロッコギニア V モロッコガーナ。 V ナミビアガーナ V モロッコギニア V ナミビアナイジェリア V コートジボワールマリ V ベナンコートジボワール V ベナンナイジェリア V マリナイジェリア V ベナンコートジボワール V マリエジプト V カメルーンスーダン V ザンビアカメルーン V ザンビアエジプト V スーダンカメルーン V スーダンエジプト V ザンビアチュニジア V セネガル南アフリカ共和国 V アンゴラセネガル V アンゴラチュニジア V 南アフリカ共和国セネガル V 南アフリカ共和国チュニジア V アンゴラガーナ V ナイジェリアコートジボワール V ギニアエジプト V アンゴラチュニジア V カメルーンガーナ V カメルーンコートジボワール V エジプトガーナ V コートジボワールカメルーン V エジプトサブハット BBC スポーツシーフリリースカップオブネーションズシーズ英国放送協会2011年11月12日閲覧照明灯の不具合により15分遅れ ありがとうございます。